大変なことが起こったんだよ、聞いて。一旦心を落ち着かせて。今日の動画はまあこれ先日の話なんですけれども、僕が以前にキングヌー白日のドラムに関する解説動画を出させていただいたんですね。これがまあ9月末の話だったんですけれども、その公開の数日後、10月頭の深夜頃にですね、なんとキングヌー関優様ご本人のツイッターで、僕がその YouTube の動画の告知をしたツイートを引用リツイートをしてくださって、このように書いてくださったんですよ。普通に嬉しい、ドラマーとして見てて面白い、ありがてえ。奏法や手順は個性が乗りやすいやり方でいいと思うから、これはこれで素晴らしいんだけど、俺はサビのハイハットは全部右手でやってるっす。サビに関しては俺のイメージでは55のビートが根幹にあるんす。いやーこれはね、リスナーの方からツイートでお知らせをいただいて僕は知ったんですけれども、手順に関しての補足を関優様ご本人からいただきましたので、僕もそうだったのかってすごく感銘を受けましたので、本来の手順というものをドラムを叩きながらご案内したいと思います。それだけじゃなく、文章に関してもすごい大事なことが詰まってると感じたんです。だからこの文に隠された本当のメッセージ、一緒に読んでいきたいと思いますので、お付き合いください。こっからはドラムで語るぜ。やれやれ。さあ、そういうわけで、早速解説をしていくんですけれども、まず最初に改めて見ていただきたいのが、僕が、解説した動画での手順というのがこんな感じでした。こんなビートヒットチャートに登場したことあるのか今までっていう。何が普通じゃないのかっていうと、普通ね、ビートっていうのはこのハイハット右手で一定のリズムを刻むことが多いです。こうやってハイハットはずっと一定なわけですよ。右手と左手を織り交ぜながら変則的な刻み方で叩くっていう。じゃあハイハットを普通に刻んで叩いた白日のサビと、原曲で関優さんがやっているやばいビート叩き分けますね。まず普通に叩いてる頃、まさに生まれ変わって、こんな感じですよね。これを叩き変えます。1,2,3,4。違い分かりましたかね。右手と左手を織り交ぜ織り交ぜ織り交ぜ。こちらに関してご本人から、僕は右手だけで叩いてるよというご指摘をいただいたので、それを叩いてるところを今から披露したいんだけれども、まず一つ言えることは、右手で叩く方が難易度は格段に上がります。なぜか。で、僕が紹介した方の叩き方は、スタンダードな16ビートの叩き方を少しだけ応用したような叩き方だったので、比較的叩きやすいんですね。右手だけでその不規則なハイハットを全部刻んでやるとなると、本来の関根様ご本人が叩かれている白日のビートになるんですね。それがこちらです。
僕もやっぱ不慣れなんで、この叩き方はで、あんな滑らかで、でも力強い気持ちのいいグルーヴっていうものはやっぱりまだ出せませんね。いくぞ。そもそもこのハイハットを両手で叩こうが右手だけで叩こうが叩いてるフレーズ自体は全く一緒なわけだから、どっちでもいいんじゃないのって思いませんか？なおかつ右手で叩いた方が難しいんだったら両手で叩いた方がいいじゃんって思いますよね。これがどっちでもよくないんです。どういうことかというと、今から一例として少し早めな音符を両手で叩いたバージョンと右手だけで叩いたバージョン、このニュアンスの違いを皆さんにじっくり、これ感覚でいいです、なんとなくな違いを感じていただきたい。で、僕自身はわざと変えるようにはしません。一定に叩こうとしてもどうしても生まれてしまうというそのニュアンスの違いをむしろ感じていただきたいので、それを実演したいと思います。はぁ、両手、右手だけでハイハット、どうでしょう？わお、どれだけ技術が高いプロの方だってこの両手の微妙な力加減の差や叩く位置の微妙な差でどうしたってニュアンスの違いは生まれてしまうものなんですね。プロはそのどうしても生まれてしまうニュアンスの差というものをむしろ音楽表現に利用するわけなんです。今回の場合は両手で叩くか片手で叩くかの表現の違いですが、ドラムを叩く位置を変えてみたりとか、スティックの持つ長さを変えてみたり、あるいはスティックの材質を変えてみたりっていう無限の音楽の表現の選択肢、組み合わせがいっぱいあるわけなんですね。だから音楽は自由、そして面白い。両手で叩いたら、そもそもやっぱり速い音符とかだったら特に叩きはやすいわけですよ。速さを分散できるわけだから、だからすごいスムーズで軽やか、流れるようなニュアンスを出しやすい。一方、右手は片手で叩く分、やっぱり少し大変なので、大変なりの焦燥感というか、その分スピード感みたいなものが生まれるんですね。その代わり大変なので、やっぱ難易度も上がるわけですね。これを白日のビートで言うと、白日のビートは跳ねてますから、右手だけでハイハット、不規則なハイハットを刻むことで、羽のキレやバウンス感や重さが右手だけの方が生まれやすいのかなと僕は感じました。でも、最初にも言った通り、両手でやった方が手順的な叩きやすさ、そしてビートの滑らかさは生みやすいかもしれませんね。それぞれにニュアンスの良さがあるわけですね。これは、皆さんがどのようにビートを表現したいか、白日という楽曲をオーディエンスに楽しんでもらいたいか、音楽っていうのは自由なので皆さんが表現者としてお好きな方を選んだらいいと思います、というメッセージがまさに石油さんもおっしゃっていましたね。文章の中で手順は個性、それぞれの個性が乗りやすいやり方でいいと思うから、これはこれで素晴らしいよっていう部分に、みんながやりたいように表現しなよ。僕は参考までに55というビートを投影してるから、僕は右手だけで演奏してるんだっていう、こういう、ここに石油さんのアーティストとしての音楽のスタイルとか、自由でいいじゃないっていうスタンスとかね、バックグラウンドとかがこの一文に現れてるから、
うわ、すげえ一線で活躍してるのにめっちゃ心広いし、自分が持っているビートっていうものを自分自身、そして聴いてくれる人に対しても大事にしている人なんだなっていうのをすごく感じたから、僕はそこに、あの一文に一番感動したかもしれません。これが伝わってくれると嬉しいな。はい、最後にそんな感じでですね、本当にありがたいですね。多分この出来事は僕がこれから頑張りたいと思っている、ドラマ人生、そして YouTuber 人生の中でずっとモチベーションになり続ける出来事になりました。いろんな種類の叩いてみた動画や、もっともっとドラムの解説動画、そして、YouTube ライブでの皆さんと生で配信しながらのライブ配信もしたいと思ってます。いろんなチャレンジをしていきたいと思ってますので、面白いと思っていただけた方、興味を持っていただけた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。かっけえ人って広いな、広い人ってかっけえな。俺もそんなバケツになるぞ。ちょっと大きいバケツ買ってこよう。